もういなくなっちゃやだよ。一生どこにも行かないでね。はいはい。でも一生は難しいな。ばあちゃんはね、もう年寄りだから、ゆうちゃんより長生きはできないよ。でも大丈夫。天国からちゃんとゆうちゃんを見守ってあげるからね。約束だよ。約束よ。またかよ。行きます。あとおばあちゃんの散歩お願いね。景色なんて意味ないじゃん。あんなにちっちゃくなっちゃってね。腕なんて枯れ枝みたいだった。うん。おばあちゃん毎晩夜中に起き出しては大騒ぎだったもんね。うん。いつもなんか探してたよね。あれなんだっけ、何探してたんだっけ。ああ、あれなんだっけ。ただいま。あんたいつまでフラフラしてんの。おばあちゃんの三回忌までには何とかしなさいよ。あ、ねえ。はい。おばあちゃんよく夜中に裁縫箱探してなかった。え、そうだっけ。覚えてないけど、裁縫箱ならおばあちゃんの家なんでそのままあるんじゃない。はい、お守りだよ。これでおばあちゃんが先に死んじゃっても、ずっとゆうちゃんのことを見守ってあげれるよ。嫌だ、死ぬなんて嫌だ。毎晩探してたのは俺だったんだね、おばあちゃん。ゆうちゃんへ。ゆうちゃん、元気にやっていますか。おばあちゃんはもう手を貸してあげることはできないけど、いつもゆうちゃんのことを見守ってます。おばあちゃんより。おばあちゃん、ごめんなさい。
木下裕太さん。はい。